じゃあぜひね、個別の政策についてもね、はい、お伺いしたいと思うんですけど、はい、やっぱりまあ僕らここでもずっとこの番組でも取り上げている、まあ、積極財政、はい、なんか減税、まあ、このあたり、はい、これあの政策の柱に、はい、令和の所得倍増戦略っていうのがあるんですね、はいはい、このあたりまずちょっとねお聞きしたい、そのこれの中身とそれからなぜこれをやろうとしているのかということも含めて、はいはい、まあ、まず国民の所得が低すぎるんですよね、はい、もうこの30年日本だけが停滞してて、うん、他の国は全部上がってるわけですから、うん、ね、もう過言じゃないですよね、うんうん、もうアメリカなんかでも3倍ぐらいになってるわけですよ、なってます、だから普通にやってたら、うん、日本人の所得が今の3倍ないとおかしいんですよ、だから倍増じゃない、3倍増しないよね、3倍増ですね、はい、うん、だからこれは完全に仕組みがおかしいんであって、うん、そうです、それがやっぱり緊縮財政にあるというのはもう全く先生と一緒だと思うんですね、うんうん、とにかくあの MMT でも僕ら何でもいいから、うん、とにかく積極財政でお金を国民に渡さないといけないと、うん、国民がお金を使うことで GDP が上がっていくのに、うん、国民がもうお金使えないと思い込んでるわけですよ、うん、ね、でそれはまずもう民間がダメでしょ、企業がダメでしょ、うん、だからもう国がまずで財政策をやるしかないのにやらないと、うん、で理由がそれこそプライマリーバランスとか言うわけですよ、うん、だからそ、うん、んなこと言っとるから赤くなるんやろ、うん、先にとりあえず国債どんだけ積んでもええから、うん、まず一回やろうよと、うんうん、その結果あの税収がぐっと上がれば税取ってもいいけど、うん、今税収がどんどん落ちていく時に上げたらもっと冷え込むやろと、うん、だから当然税なんかもう半減するぐらいの勢いでいいわけですよ、うん、そうですね、はい、そうですね、本当は単純に国民が使えるお金を増やして国民が心理的に、うん、あお金使ってもいいんやっていうふうに思わないことには絶対回らないんで、うん、それを、まあ、あのいろんな方法、まあ、あの我々は MMP って言いまして松学プランっていうのがあるんですけど、そういうものを、まあ、一つ論理構成としてあの説明しながら、うん、財務官僚の皆さんにも、うん、それでいこうというふうに、うん、あの腹を決めてもらおうじゃないかという呼びかけを、まあ、松田学さんという党の代表がもともと財務官僚なので、はい、これやったら財務官僚も賛成してくれるはずだと彼がおっしゃるんで、なるほど、じゃあそれ行きましょうよという形で、まあ、ずっと選挙で訴えたということですね、うんうん、ですね、やっぱりこのあの今党の理念を実現する最大の障害が緊縮財政ですから、はい、今目の前にある最大の、はい、障害がね、はい、だそれを閉じ除いたらかなりその国の独立だとか、はい、国を守るとか国民の健康だとか、はい、食だとか前に進みますよね、はい、だからやっぱここは最大の現実的には、ね、はい、重要なポイントになってますよね、はい、で一つねこれ簡単な説明の仕方でねこれまたよかったら使っていただければと思って、はい、最近僕よく言ってるんですけど、うん、消費税ってねめっちゃ高くしたら絶対経済下向くじゃないですか、で下げてったらどっかで上向くじゃないですか、はい、ここはもう誰でも納得できると思うんですよ、はい、これでね、普通は消費税っていうのねあのどうするかっていうとヨーロッパとかね 20% とかまでいけてるのはこれなんでかって言ったら税率上げてって上げてったら成長率がだんだん減っていくわけですよ、これでねゼロになったりマイナスになった時にあこれやりすぎたと思って減税するんですよ、はい、保証また元に行く、そうですね、でこれがあのその国の経済が持ってるあの許容される消費税率の最大なんです、はい、それが今ヨーロッパ 20% とか 25% でね、うん、日本は3から5に上げた瞬間デフレになったんですよ、はい、だから日本はあの1990年代の消費税許容量は 3% だったんですよ、うん、だから 5% に上げたらもう下がるんですよ、はい、だから 5% になって下がったんやから 3% に戻せばよかったのに、はい、これでまた上げてでしょ、調整弁やってのは分かってないってことですよね、そうです、だから別に消費税率をねあの絶対下げろと僕は言ってるわけじゃなくてね、うん、国が傾くまで下げちゃダメだって言ってるわけなんですよね、はい、あ上げちゃダメだ、上げちゃダメだ、上げちゃダメだということなんですよね、はい、それはまあこれ目的が あれば必ず理解できる話ですよ ね、 すね、数字だけ見てるんじゃなくて、うん、その大きなところを見ながら調整しなきゃいけないって話ですよね、そうそうそう、やっぱりね綱渡りしてるわけですから、はい、綱渡り師っていうのは足元見てたら落ちるんですよ先の方を見ながらこう歩いていくんですよ、はい、棒を持って、だからねもっと先を見ないとね絶対踏み外しますよ、今の話は分かりやすいですね、はい、これは絶対そうすべきなんですよね、はい、で2つ目ね、はい、あのコロナについてもやっぱりいろいろとお考えはありだと思うんですけど、はい、このあの新型コロナウイルス対策、はい、これについてはいかがですか、もうね、うん、全てが過剰ですね、あはい、でね、2年前始まった時なら慎重だったっていうのも、うんうん、まあ100歩譲っていいんですよ、うん、もう今大体出たでしょとデータと、うんうんうんね、で経済の新型じゃないですよ、こんだけ症例があるんだからそうそうそう、どんな普通の風邪よりも症状についてのデータありますやんぐらいですね、はい、で結局もう過剰な自粛とか制限をするためにですね、うん、もう経済の方が死んじゃって、うんうん、それでもう
そっちの方が病として重いと僕ら思ってるわけですよ、うんうん、経済的マイナスの方が、うんうん、だからもうあらゆる規制一回取っ払って、うん、縁ちゃうと普通に戻したらと、うん、まあ、ヨーロッパもそうなってますからね。そうです。この間僕7月ヨーロッパ旅行っていうか出張に行きましたけど、はい、完全に規制ゼロでしたからね、はい、マスクもしてないし、うん、ソーシャルディスタンスも何もない、はい、だから今まだ未だに日本は2類とか言ってるわけでしょ。うん、そんなのはもう5類の指定外にして、うんうん、もう普通だよと。で町医者でも普通にちゃんと治療できるようにして、うん、あの症状がね重くなりそうな人はちゃんとしないといけないけど、うん、今みたいな2類のままだったらですね、うん、もう PCR やって陽性だっただけで隔離とかまだやってるわけですよ。ね、何してんのと、うん、ね、何回も言いますよ。2年前ならまあ100歩譲ってもしゃあないわと、分からんかったから、うんうんうん、もう今分かってんねんから、やってるんですから、ね、何してんのと。もう岸田さんご自身で体験されてますよ、ね、コロナのこともね、はい、もう何をしてはるんやろうっていう。そうで、うん、ね、あの注射に関してもですね、いろいろとあのやり続けたらマイナスの影響もあるっていうのも、うん、もう海外の論文とかでも明らかに出てるのに、ワクチンリスクのないワクチンはないですから、はい、そのワクチンリスクと感染リスクと両天秤にかけるっていう発想が必要ですよね。そうなんですよ、うんうん、だからもうそう考えるときにもう子どもたちなんかっていうのは全く重症化のリスクがないと言っても過言ではない、うんうん、まあ、いや一部は出ますよ、うんうんうん、けどそんなのはもう本当パーセンテージで見たらもうないと一緒なんで、うんうん、はい、もう、うん、だからメディアがやってるのはそのちょっとの例を 0.0 何パーセントとかっていうのをもう心象膨大に言うことによって恐怖感を増大させて誘導かけてるわけですよ、うん、おかしいと。そうです、ね、ちゃんと計算して見ようと数字をという話ですね、うんうん、少なくとも日本国家だって季節性インフルエンザとずっと付き合ってきたわけだし、はいはい、いわゆる通常の旧型コロナの風邪ともずっと付き合ってきたわけですから、はいはい、もうそろそろそういう付き合い方を参考にしながら、はい、そういう古い病気の一つとして位置づけていくっていう態度が絶対必要ですよね、はい、だから毎日何人死んでる死んでるとかやるんですけど、うん、いやインフルエンザでも、うん、旧コロナでも死んどるかなと、うん、はい、だからゼロリスクないねんと、うん、そうですよね、はい、来てくる限り必ずみんな死ぬんですから、うん、そうです、そうです、そのうち、はい、必ずどっかでお蜂が死が訪れるわけですから、はい、でしかも毎日毎日たくさんの方がお亡くなりになってるわけですから、はい、そうやって社会って成り立ってるわけですからね、はい、うん、そこだけコロナだけ取り上げるっていうのは明らかにバランスを意識してますね、まあ、視聴率狙いというか、はい、なんか利権構造というかそういうものがあってなかなか動かないんだろうなっていうのが、まあ、見え隠しますよね、まあ、ワクチンなんか打てば打つほどね、うん、医者儲かるし自治体はワクチンも打てば打つほどですね、うん、補助金が降りると、うん、もう金で誘導してるんですよ、うん、そうですね、変な話です、うん、まあ、はい、おかしいですね。それで国民が不幸に、はい、そうです、不健康、むしろ不健康になっていくっていう構造があると、はい、じゃあね、3つ目のね、はい、じゃあの安全保障についてこれ、はい、政策6の柱ですか、はい、これについてぜひお聞かせ願いますか、はい、まあ、これもさっき の国守りのところでお話しさせていただいたように、うん、まあ、今まではなんか専守防衛って言って、うん、まあ、軍事の話ばっかりしてたわけですよ、うん、で我々は専守って言って専守対応って言ってるんですけど、専守は先に手を出すということで、うん、それはね先に攻め込むって話じゃなくて、うん、要はその先手と書いて先手と書いて先手先手って言ってるんですね。先に手を打つっていう意味で先手対応、それはまさに情報とか経済の話なんですよ。うん、はい、うん、だから今はもうサイバー戦争みたいになってるわけで、うんうん、そんなの待ってたら全部やれるねんから、うん、サイバー戦争はもう先にもう防衛しとかないといけないわけだし、うんうん、時によってはもうこっちから先にね、うん、防衛ライン前に出しとかないといけないわけですよ、うんうんうん、そういう考え方でいかないと軍事的に攻められたら動きますじゃ遅いねんでと、うん、そうですね、はい、いうことをまあ一生懸命今言っていると、うん、いわば医療でいうと健康になりましょうみたいな感じですね。おっしゃる通りです、ま、病気になってから、あるいは怪我をしてから治療しようだったらもう遅いと、はい、遅い、だから保険の概念ですよね、はい、もう元々保険として健康な状況になって病院に行く人を減らしましょうっていう話ですよね、はい、それと同じように攻められないようにしましょうということですよね、はい、これ今もあの軍事の基本ですけどね、うん、戦争というものは軍隊が起こすものではあるけれども、うん、最終的に起こす最大の原因は軍事インバランスで起こるんですよね、はい、だから軍事の不均衡があって、戦争が起こってくると、はい、だから軍事力がこれ日本の場合は中国、北朝鮮、ロシアと、まあ、仮想敵国と呼ばれるような国が周りにあって、でそことのバランスが、まあ、日米同盟と呼ばれるものも考えてということではありますが、そことのバランスが崩れることで日本やられる、はい、わけですから、そういう意味でも軍事力を増強するっていうのは選手の防衛に、はい、先手の防衛にもなるし、はい、でさらにその日本の国力をつけて
いけば、あの簡単には攻め込めないような国になってくるし、はい、でさらに日本の経済が成長していけばアメリカにとって重要性が上がってくるので、日米同盟もより対等化していくことも可能だし、そうするとより一層中国とかとの軍事バランスも取れるようになってくるということで、しかも経済が成長したら軍事力も強くなっていきますから、そういう意味で成長させておけば、減税をして成長させておけば日米関係も良くなるし防衛力も強くなるし平和が続くようになるわけですよね、はい、もうなんでこんな簡単なことがわからないんだろうと。もうおっしゃる通りなんで、それが賛成党政策です。ありがとうございます。これも当たり前っていうことですよね、はい、うん、まあ、ですからね、そのアメリカ従属はダメだけど、でも日米同盟やっぱりバランス取るために大事なの で、うん、ただ集団安全保障って話ですから、そうです、 NATO だってやってるわけですからね、はい、上下の同盟じゃダメで、うん、やっぱりそれをどれだけイコールな状態に持っていくかっていうところに知恵を使うべきであって、うん、 そうですね、そうなることがアメリカの国益にもかなうでしょっていうことを一生懸命やっぱりロビングしないといけないです、うん、アメリカに対してもね、そうですね、はい、言いなりになってるだけじゃダメだということですね、うん、いやそうですよ、そういうタイプの外交っていうのはこれまでやってこられてなかったんですよね、はい、うん、まあ、実際そんなことを言うとなんかアメリカ人に鼻で笑われたとか、はい、向こうの外交専門家なんかと、いやだってお前はそう言うかもしれないけど日本の自民党に行ってみろよと外務省に行ってみろよ、藤井さんみたいなことで言ってる人なんて一人もいないからね、うん、っていう状況なんですよね、はい、だから自主独立なんて思ってる人がもうほぼほぼ霞が関永田町でも蒸発してしまって、はい、僕は安倍さん、安倍晋三という政治家の心にはそういう気持ちはあったと思いますけど、ね、あったと思うんですけど、うん、党全体としてはねなかなか、はい、右翼だとか言いますかね、そうなん、右翼じゃないと、右翼じゃない。おっしゃら日本人が全員右翼やぞみたいな、そう、ねね、もう超右翼ですよ、そんなもん、はい、よその国の人らは ね、うん、そういうことなんですよね。じゃあ最後これテーマ4、はい、これ日本の国柄に即した国づくりっていう政策10の柱にこう、はい、なってますけれども、これはどういうところですか。やはりその日本というのはさっきも言われたように天皇を中心にまとまってきた国柄なんですよね。で天皇がいらっしゃるということは天皇は権力者じゃなくて権威なので、はい、その下に権力者がいたわけですよ。だから権力者が好き勝手できるんじゃなくて、やっぱり権力者も大切権威の心で、権威の心は大御宝という言葉に表されているように国民が幸せであることなんですよ。そのために、まあ、ある意味お祈りをされているのが天皇陛下の存在ですから、これが日本の国柄であるよと。だから権力者がまず絶対暴走して自分たちの支持証拠を図ってはいけない、うん、権力者はやっぱりあの天皇陛下の思いに沿って国民をいかに豊かにするかというふうな、うん、あ思いでやらないといけない。そうですね、うん、だから、うん、まあ、当たり前なんですけど、うん、どうも今の経済人とか官僚、うん、政治家見てるとですね、はい、自分たちの方にベクトル向いてませんかと、保身ですよね、どっちかっていうと。国民っていう方じゃないですね、はい、国民とか国家じゃないんですよね、はい、ご自身ですよね。そう、うん、だからまさに新しいエリート、ね、うん、だから新しいとか本来のエリートですよ、ノーブレスオブリージュ、うん、要は国民市民のために自分たちはね損してでも頑張って働くというような、そういうエリートが生まれる教育をしないといけないし、うん、 そうですね、そういう経済体制とか、ね、うん、にしないと、今は結局そうやって偏差値エリートって僕はよく言うんですけど、試験勉強上手やった人が上に上がっていって、 その人たちが自分たちの保身を図るわけですよ、彼らは。そうですね、はい、多分ね、別に悪くしようとは思ってないです、うん、ただ自分たちは頑張ったから俺たちがいい思いしてもいいよねっていうぐらいの感覚なんですよ。そうですね、でもじゃあそうできなかった人たちどうなるのと、うん、いやだって彼らは努力しなかったからしょうがないんじゃないみたいな、うん、そういう感じを受けるんですね。ありますね。いやちゃうやんと、うん、それエリートちゃうでと、うんうん、エリートはそういう能力を持って生まれたならば、うん、その力や知恵をですね、うん、もう庶民国民のために使うのが本のエリートであって、うん、 そうですね、そこの意識がねできてないと。で、うん、これをやっぱりちゃんと追記して日本の歴史を学び、日本の国柄を理解すれば、うん、本来あるべき政治家とか官僚の役割っていうのは分かるんじゃないのかという、うん、そういう話をしています。あ、はい、そうですね、それが日本の国柄に即した国づくり、はい、その財界の方も官僚の方も政治家の方も市政の民皆さんも、はい、そういうパブリックなものをどっかに置きながら、はい、お天道様っていうのを置きながら仕事をしていきましょう、はい、ということですよね。そうです、それそうやってましたもんね我々僕らの読んだ昔の文献とかから伺い知る昔の日本人ってそうだったですからね、はい、そういう日本人的じゃないのがちょっと増えてきてるっていうところですよね、はい、うん、でも本当こんな話ねよくしてましたんですけど、
いや国会議員になれてよかったですね。いやいや、こんなこと言う国会議員あんまりいないと思うんで。でも僕がこうやって出してもらうことで、うんうん、まあ、みんな知ってもらえると、はい、であ国会議員でもこんなこと言ってええんやというような形で国会議員の発言の枠を僕広げたいんですよ。あ、本当ですね、はい、みんな大人しすぎるんで。うん、そうですね、はい、で本来そういう議論を戦わせるのが国会ですからね、はい、こんな議員国会議員っているんやって思われる状況がおかしいわけであって、はい、本来そうみんな議論してる話であって、はい、でもやっぱり神谷さんがまだ吹田市議会議員30代前半だった頃はまだ若い子で、いろいろとご苦労されて自民党で代議士になろうとして、それもうまくいかなくて挫折されて、でなかなか絶望的な状況だったんですよね。そうですね、うん、もう僕も正直言うと2014年にもう自民党を辞めて、で自民党を辞める時の口実として、まあ府議会議員の選挙に出たいんですっていうのを口実に辞めたんですね。まあ辞める口実だったんですけど、でまあそれでもまあ落ちて、でもこれで政治は辞めようと言ってありましたよね。はい、もう僕は言論人じゃないけど、藤井先生みたいな方々の情報をそう拡散することで、あの国に貢献しますというふうに、もう自分がプレイヤーになることは、そうなんですよ。ある時ね、もう挫折しかかってたっていうかね、うん、ちょっと捨て待ちなところがやっぱり2000 でもそれはそうですよ、はい、あれを考えるとね、で今回のこの参政党の運動ね、はい、で選挙を通して議席の獲得、この議席の獲得もこれフラットに、皆さんあの比例ですから、はい、武田先生だとか松田先生だとかっていう名前を書いて、で順番決めてなかったんですよね、はいはい、でその票数で今回はたまたま神谷さんが議員になったっていうだけで、決してあの自分がなるためにこの政党の枠組みを作ったとかって全然関係ないですからね、はい、僕はもう事務局長なんで、うん、もう選挙には出ずに事務選対とかを回す役割をしようと思ってたんですけど、うん、実際そうだったんですよね、はい、それもやりました、うん、ただあの、まあ、質問のきっかけはあの賛成って知名度がなかったの で、うん、でね、やっぱり看板候補が立っていただかないと困ると、うんうん、いう中で武田邦子先生にお願いしに行った時に、はいはい、あの武田先生も快諾してくださったんですね、うん、僕それに感動するとともに、うん、ちょっともう動揺してたんですよ、あまりにも即答だったんで、あほんまにこ認めてくれはったで、はい、まあ、10着断られるつもりで行ったのに、いや分かりましたって言ってくださったんで、でもその次の先生の言葉が、でも当然私に出ろって言うんだから神谷さんも出るんでしょというふうなことを返されたので、そこで出ないって言うと先生もじゃあ私も出ないっておっしゃりそうな雰囲気を感じたので、出ますと、私も出ますと、なるほど、ね、いうふうな形で、まあ、あの候補者になったというそういう経緯だったんですね、うんうん、で実際今回得票数が、176万、はい、でお一人分は、100万ちょっとでしたっけ、あと一人通すの100万票、はい、100万票ですよね、はい、でもうあと何票あったらもう2人、あと20万票弱ですね、20万票弱、ね、はい、あれば16、7万って聞いてますけど、はい、16、7万あれば2人目が武田先生、おそらく武田先生が当選されてたんですよね、はい、だから惜しいところだったんですよね、いや悔しいです、うん、僕はもう何としても3議席欲しくて、3議席あれば会派が作れるので、あ、そうですね、あのまあ2議席作れるんですけど、3議席ぐらいあると質問とかもちゃんと来るからですね、そうですね、だからもう口頭で総理とかにいろいろ聞けたわけですよね、そうですね、1議席ではなかなか、でもこれあの何にもないところからね、はい、国会議員の一議席をね、はい、これ特に裏のバックがないです、医師会だとか何とか会とかがついてるわけじゃないじゃないですか、はい、もう自分のマイクと声だけじゃないですか、はい、それでこれだけの拡大できたっていうのはこれはねもう、まあ、日本の、まあ、大きな歴史の転換になる可能性は僕十分あるなと本当に思いますですよ、あ、ならない可能性だって当然あるんですけどね、はい、あのなる可能性があると僕は思うんですよね、はい、まあ、そういう意味でね、これから、まあ、事務局長として参政党をどうしていくかっていうのもあると思いますし、はい、ご自身の政治家としてのビジョンもおありだと思いますし、はいはい、まあ、今後の戦略についてね、はい、どうお考えなのか最後にお話しいただけますか、はい、わかりました、うん、まず一番最初にやるべきことは、うん、膨れ上がった10万人の党員の方をやっぱチームにしないといけないと、うん、やっぱり熱は持ってバーッと皆さん入ってくださったんだけど、うん、そもそも綱領とか理念とか、うん、何を目指すのというところは共有できてないんですよ、うん、急に増えたので、うん、これがないと絶対バラバラになっちゃうんで、うん、
はい、そこをまず周知徹底し、うん、で全国289小選挙区あるんで、うんうん、この289支部に分割したいんですね、はい、それぞれの地域でまず皆さんに勉強してもらう、うん、はい、だから藤井先生はもう協力いただけ嬉しいんですけど、うん、やっぱり勉強しないことには政治なんかできないので、うん、いやそうです、はい、で日本の教育で政治のことなんか全然教えてないから、いや本当にそうです、はい、うん、そんなね、子供に主権者教育する前に大人が勉強しようって話なんですよ。いや全くの通りです、ね、はい、だからそれを国民運動としてやる、これが一番です、うん、でその中で、うん、やりたいやりたいっていう人じゃなくて、うん、あなた勉強進んでらっしゃるから、うん、議員になってくれませんかと、あ私たちのためになるほど、ね、いや嫌です嫌です、いやでもね誰もいないんですよと、お願いしますっ て, 言ってみんなでお願いして議員になってもらうと、祭りごとの哲学そのものですね、はい、政治家というものは万やむを得ずやるものであって、はい、これプラトンが言ったね、はい、これなりたいなりたいと言ってなるもんじゃないっていう、だから僕言ってるんですよ、なりたいっていう人はあんまり選んでいかないと、うん、はい、みんなでやってほしい人に議員をやってもらおうと、うん、いうので議員を増やしていく、うん、でその過程の中で政策を作るっていうことがやっぱ大事で、うん、結局勉強してないと政策なんか作れないんで、うん、チームの中で政策に議論してと、うんうん、でなるべく皆さんの意見が党の政策に反映されるように僕事務局で頑張ると、うん、はい、政治家にやらすと選挙に通るための政策しか作らないと、あそうなりますね、はい、そうなります、ね、あかんと、選挙に落ちてもいいから、うん、ただあるべき日本の形を追求しようと、うん、そうですね、でそれは選挙に出ない人たちが決めないと、候補者が決めさせたら、議員たちに決めさせたら、絶対ポピュリズムに走るんですよ。そうですね、票になる政策しか言わなくなるから、だからそれをさせないという政策作り、あ、はい、それは素晴らしいですね、はい、これをやっていきたいと、で僕はそれをマネジメントする事務局長なので、なるほど、長く議員はやりませんと、なるほど、今回はもう長く議員はやりませんと申し上げてるわけですね。いや、あのね、国会に出てる時間がもったいないですね、あ、はい、それよりも私は地方を回って組織作りを頑張った方が党勢の拡大になると、なるほど、はい、だから国会なんかはやっぱり政策議論したりするところですから、うんうん、代表の松田学さんみたいな方が国会に上がっていただいて、うん、政策議論をしていただくのがやっぱりいいと思っていて、私はもうどっちかというと全国行ってワンワンやるのが性に合ってるんで、なるほどなるほど、はい、ただじゃあなんで国会議員になったんですかって、まずそれは皆さんから票をいただいたからです、うん、1つ目、うん、で2つ目はこれから国会議員を何十人配置するつもりなんですね、うんうん、で参政党はやっぱり新しい組織なので、うん、チームがないんですよ結局、うんうん、国会議員頼りじゃなくて政党の職員頼りにしたいわけです、はい、なるほど、ってことは100人ぐらい優秀なスタッフがいないとダメなんですよ、うん、なるほど、その方を登用し、そして、うん、まあ、教育というとおかましいですけど、まあ、トレーニングしていくというのは、はい、僕が議員である方が決定権が強いんで、うん、はい、秘書も自分で選びますしね、うんうん、だからその秘書中心の100人ぐらいのスタッフを揃えるにはやっぱり2年ぐらいあれば、僕はだからスタッフ揃えて、そして新しい方々に国会議員になっていただいて、うん、その国会議員1人に10人ずつぐらいスタッフをつけて、なるほど、はい、それで国会議員があんまりまだ勉強ができてなくても、うん、スタッフが全部国会回せるという状況の政党にしたいわけです、うんうん、あ、今政党はもう例えば自民党さんとかはもう官僚組織があること前提の党になってるんですよね、はい、だからそういう意味でそのご自身でそのスタッフを抱えて十分、はい、ないというわけじゃないですけど十分抱えてない状況があって、はい、それでそういうところがあって霞が関主導になってしまっているところがありますから、はい、そこはもちろん霞が関の方ともちゃんと議論はするんだけれども、はい、党としての提言というものをしっかり持って霞が関と対峙するようにしておかないと結局元の目阿弥になりますもんね、はい、だからね、やっぱ政策考えたり官僚と渡り合うのは議員だけじゃ無理なんですよ。そうです。アメリカなんかは1人の議員に対して10人20人とスタッフつくじゃないですか。そうですね。日本3人しかスタッフ雇えないんで、そうですね。こんなんで官僚と戦えるわけないんですよ。そうですね。だからちゃんと官僚組織と議論できるチームは党で作りますと、うん、で議員は正直な話ある程度そのスタッフが言うことが理解できれば、うん、ね、そうですね、いいんですよ。であとは皆さんの前でその説明できればいいんで、うん、ちゃんと理解して、それで大衆の心をつなぎ止めるのが私議員の役割だと思ってて、うん、だから議員の役割も我々今までみたいにそのあれもこれもやれと、だから選挙も党員がやると、うんうん、基本的に、なるほど、はい、議員はその神輿としてちゃんと皆さん の, 心を、ね、集められる存在であればいいんであって、議員にあれもこれも求めたってそんないないですよ、そんな優秀な人は、うん、で議員はほら優秀でも選挙落ちたらもう終わっちゃうんで、うん、党のスタッフだったら選挙で負けようが勝とうが、うん、党にお金がなくならない限り、うん、ずっと継続して雇えるんで、うんうん、はい、そういう組織を作りたいんです、はい、いやこれ新しいタイプ の,、ね、はい、政治のやり方になっていくと思いますけど、やろうとしていることは本来やるべき話であって、はいはい、独立するのも当たり前、はい、伝統文化を守るのも当たり前、国を豊かにするのも国民の健康食を守るのも当たり前ですから、はい、その当たり前のためにどうやったらいいかということを考えて進めてらっしゃるわけですから、はいはい、これからぜひ参議院議員として
それから参政党の事務局長として大いに期待しておりますので、はい、これからもぜひまたいろんな話を聞かせていただけたら嬉しいな。でまたこの番組にもね、はい、あの今参政党こんな状況になってるんですよ、はい、っていうのことも、まあ、準レギュラーにしてください、ね、ちょくちょくね。あスタッフいいですか。スタッフ丸がいっこ出ました。まあその可能性もテレビ局の方とも相談しつつですね、はいはい、もう関西弁でバシバシやる番組ね。東京ですけど。そうですね。ぜひいろいろとご活躍期待しておりますので、はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします、はいはい、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。